ムービングマンスリースタイルをお聞きの皆さん、こんばんは。スーパービバです。こんばんは。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの杉です。ドラムのジャーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今月のテーマ、洋服あれこれという、はい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 、なんでもね、2月9日は服の日、服の日、服の日29、はいはい、服の頃でしょうね。ということで、あの、我々の服のこだわりを教えてくださいということでございます。上杉さん、はい、お洋服大好きでございますけれども、はい、あの、一番こだわってるところ、一番こだわってるところは、まあでもなんか、まあ、自分に合っているものをちゃんと、はい、手に入れること、はいはいはい、なんかその流行り廃りっていうよりかは、ちゃんと自分らしい服というか、はいはいはい、着てみて、あ、上杉っぽいなとか、これ多分みんなそうだと思うんですけど、はい、そういった服をちゃんと、手に入れるようにしてます。はいはい、藤原さんもお洋服大好きでございますけども、はい、うん、こだわりみたいなところちょっと教えていただいてもいいですか。あのね、はい、自分がテンション上がるか。あー、あー、いいですね。あんまだから人の目気にするとなんかさ、うんうんうん、変になんない。はい、わかるわかる。そうですね、うん、もう毎日同じでもいいから、うん、テンション上がるかも。いや、大事だよ。それ大事かもしれないですね、うんうん、自分がテンション上がる服を手に入れる、うん、あ、いい指針かもしれないです、うん、はい、ありがとうございます。そんな我々スーパーバイでございますけども、はい、2月23日ですね、新しいアルバム東京をリリースいたします。ありがとうございます。2020年にメジャー再契約した我々ですけども、はい、早くも2枚目のフルアルバムでございます、うんうん、東京。柳沢さん、どのアルバムになったか教えていただいてもいいですか。そうですね、今回、12曲入った、12曲、はい、12曲入ったフルアルバムなんですけど、はい、あの、そのうちですね、あの、10曲が新曲になっておりまして、まあ、前作から1年足らずのリリースなので、まさにね、あの、今のスーパービーバーが、ギュッと詰め込まれた1枚になってるんじゃないかなと思うんですが、あの、すごくね、こう、人を感じる、思いを感じる、1枚になってると思いますので、すごく大切に何度も何度も聴いてもらえたら嬉しいなと思っております。ぜひね、聴いていただけたら嬉しいです、はい、我々このアルバムを引き下げてツアーもありますね。実はですね、はいはい、福岡が、はい、もうすでに売り切れて、ありがとうございます。ここで九州から売り切れてるんですけども、うん、このスーパーエヴァ東京リリースツアー2022東京ラクダストーリーと題しました。このツアー、実はですね、近くに残ってる箇所がございます。お、はい、近くにね、5月7日土曜日、愛媛、愛媛、ちょっと遠いじゃねえかと思った方もいらっしゃると思いますが、落ち着いて聞いてくださいね。はい、松山市民会館、こちらですね、若干数残ってます、ね、まあ、全国津々浦々回る我々スーパーエヴァでございますけども、こちらの会場だけちょっとだけチケット残ってるんですね、はい、そう、足を伸ばせば見られる、うん、見れますよ、まだ見れますよ。日本という国はですね、はい、思ったよりも小さい足を伸ばしていただければ、そうよ、もう全然来られるということです。ぜひこの会場、足を伸ばして来ていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。それでは最後に、我々スーパーエヴァの新しいアルバム東京から表題曲となります東京を聴いてください。以上、スーパービーバーでした。バイバイ、バイバイ、バイバイ。